山だ。アキラさん山よ。すごい。私ここまで登れたんだ。本当に登ったんだ。もう迷わない、内科サイドの結論を申し上げます。細胞学的診断基準によって急性骨髄性白血病と診断します。少なくともあと半年は。随分残酷なんですね、お医者さんって。どうしてそう簡単に決めつけられるんですか。もっと生きていたい。このままじゃ何もかもが中途半端で嫌だよ。もっと生きていたいよ。私、アキラさん好きだもん。